第5位は戦慄のホラーアクションゲームの2作目バイオハザード2。舞台は前作から2ヶ月後のラクーンシティ。プレイヤーはレオンとクレアの2人を操ってそれぞれ異なる視点でのストーリーが楽しめます。第4位は98年に発売された対策 RPG ゼノギアス。1万年にわたる宇宙の始まりから終焉までを描いた壮大な物語。ギアと呼ばれる兵器を操っての迫力の戦闘が堪能できます。第3位はサガシリーズ7作目にあたる RPG サガフロンティア。仲間との連携、技のひらめきなど充実のバトルシステム。選択によって展開が変わるフリーシナリオシステムを採用した意欲的な作品です。第2位は99年に発売されたシミュレーションゲームネオアトラス2。プレイヤーはリスボンの商人となって貿易を行ったり探検をして世界地図を作成していきます。冒険の果てに現れる世界の真の姿とは。第1位に輝いたのは再び登場バイオハザードシリーズバイオハザード3ラストエスケープ。ラクーンシティ崩壊の瞬間をめぐり街で起こった真実の一端を望む物語。新たな敵追跡者に追われる恐怖を体感してください。親方、次は何をディグっていきますか。はい、次はですねファイナルファンタジー7インターナショナルを。ほう、ぜひやってみよう。ファイナルファンタジー7インターナショナルって何。インターナショナルって、うん、これはですねファイナルファンタジー7本編がですね、300万本売り上げまして。